はい、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、眼精疲労をとって目をパッチリする方法をお伝えしていきたいと思います。はい、このね、夏ってですね、結構目が負担かかるらしいですね。この目の疲れもそうなんですけども、眼精疲労というのはですね、夏場の紫外線で結構負担にかかっている方が非常に多いんですよ。で、僕もですね、こう日差しがきつい時に外を出るとですね、サングラスっていうのはしてないんですけども、した方が良かったなと思う時ってよくあるんですね。で、結構ですね、このパソコン疲れとかスマホ疲れもそうなんですけども、目の使いすぎでね、疲れてる方ももう常なんですけども、特にこの夏はですね、目の疲れっていうことがですね、非常に負担かかっているっていうことがありますんで、今日はですね、この眼精疲労を取りながら目をパッチリさせるというです、ね、方法をです、ね、お伝えできたらと思います。で、目がね、眩しくて眼精疲労で目が疲れてくると、しょぼしょぼしちゃうんですよ。目がパッチリ開いているつもりがですね、全然開いていないとかですね、こう目の筋肉が、ね、うまく使えてない方が非常に多いんですよ。で、それがですね、どんどんこの目のむくみっていうものにですね、こう助長してしまうことによって、目が開きにくくなったりとかですね、目が細く見えたりとかしがちなんですね。なので今回ですね、このセルフケアをしてですね、眼精疲労をとって目元すっきり目がパッチリするっていうですね、セルフケアをお伝えしていきたいと思います。で、いつも使っているようにですね、このスプレーも使っていきます。炭酸性体スプレー、これも使っていきたいと思います。で、今回ね、質問があったんですけど、こう目に入っても大丈夫なんかなとかいう質問あったんですけども、これはですね、無香料無添加無着色、特にこの白のスプレーはですね、無香料無添加無着色で、体に無害なものを厳選して使っております。なので、もし万が一ですね、目に入ってもですね、害はございませんので安心してください。で、なるべくならね、目に入るのはやっぱこう菌やると思うんですよ。なので、なるべくこう使うときはですね、こう薄め、目をぐっと閉じても結構なんですけど、目を閉じてですね、使うのが一番ベストかなと思いますので、やっていきたいと思います。はい。でですね、まず、この顔全体に、僕はですね、常に顔をですね、こうウェットな状態というかですね、させていくっていうのは僕すごい常にやってるんですけども、やはり乾燥してしまうとですね、肌のその、日焼けじゃないや、このシミであるシワとかね、なりやすいんで、こう常にこうちょっと潤わせるっていうために顔に1週かけています。で、あとですね、今、目の周りなんで、目にもね、軽く目をつぶってこんな感じでシューッとやる。これで3プッシュぐらい、2秒3秒ぐらいなんで、全然そんなたくさん使うわけじゃないんで安心してほしいと思うんですけども、結構ね、これね、1ヶ月、どれぐらい持つんですかとか言われるんですけど、目安として3週間で1本ぐらいかなと思ってます。で、今みたいな使い方だと本当1ヶ月持つか持たないかぐらいだと思いますんでね、ぜひ参考にしてください。で、今みたいにこうシューッと目にかけた後にですね、今からやっていくんですけども、まずこの目がしょぼしょぼしてしまうということで、このここら辺の筋肉、このこめかみら辺の筋肉ですね、ここら辺がですね、やっぱキューッとなっちゃうんですよ。キューッとなっちゃうことによって、視力っていうのもですね、影響があるみたいなんですね。なので、ここをまずですね、緩めていきます。この目尻の延長のこのこめかみところですね、手をこういう形にしてですね、こんな感じでやっていくんですけど、僕までいつものように右だけやっていきたいと思います。で、手をこういう形にしてですね、こんな感じね、くるくるっと回すような感じで、これをですね、20秒やっていきたいと思います。では一緒にやっていきましょう。では行きます、よーい、スタート。で、これは僕ね、あんまり優しく強くしてないですね。優しくこう皮膚に乗せるような感じで、くるくるっと乗せる、こう回すような感じですね。これだけで結構十分なんで、やってください。はい、これで喋りすぎたんで、今これで20秒ぐらいですね。はい、20秒やってください。で、次反対回し、反対回しもこのまま続けていきたいと思います。20秒ですね、よーい、スタート。ぜひこれも続けてください。目の疲れが取れてですね、目がパッチリ開きますんで、またこれも若返り効果っていうのがありますから、絶対やってください。はい、よろしいでしょうか。5、4、3、2、1、はい、 OK、 20秒ありがとうございます。もうこれだけでもですね、この眉毛の角、眉毛の位置ですね、眉毛の位置とこの目の開き方が全然違うんですよ。で、これを続けていただくことによって、眼精疲労も取れて、目がバッチリするっていうことなんですね。はい、ぜひやってください。で、今このこめかみを緩めていきました。次はですね、この眉毛のちょうどこの上にですね、この眉毛の筋肉があるんですけど、これをですね、つまんでこっちに引っ張るっていうことですね、やっていきたいと思います。はい、引っ張ってこっちに引っ張ります。つまんで引っ張る、つまんで引っ張る、これも1、2、3箇所か4箇所でやってください。いきます、これはですね、5回いきますよ。い
きます。よースタート。1、引っ張る、つまんで引っ張る、つまんで引っ張る、はいこれで1、つまんで引っ張る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 、これで2、つまんで引っ張る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 、はい、つまんで引っ張る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 、はいラスト、つまんで引っ張る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 、はい OK です。これ5セットですね、やってください。で、結構ね、これね、つまむときにつまめない方が多いです。特に僕もなんですけども、この前頭辺がですね、こうつまめないんですよね。で、つまめないときは、こう、やっぱ柔らかくなるように、こう、ほぐしちゃってください。これ、硬い証拠なんですよ。で、僕はですね、まあ、自慢じゃないですけども、目が疲れております。はい、夜もですね、パソコン触ったりとか、スマホ見たりしてしまってるんで、このですね、ここがつまみにくいのは、すごい自分でも自覚しちゃいました、今。で、これもですね、こういう感じ、つまんで引っ張って、つまんで引っ張って、つまんで引っ張ってっていうのですね、1、2、3、4箇所で、5回やってください。はい、よろしいでしょうか。もうこれだけでもですね、こう目を開けて閉じたりするとですね、全然こっちは軽いんですよね。こっちは軽くなってくるので、ぜひですね、これも続けてください。はい、次ですね、眉毛の上ですね、眉毛の下と、眉毛のここのラインと、この目の下を開く。これをちょっとやっていきたいと思いますね。こういう感じです。ただ、ほんまに上に引っ張って下に引っ張るだけ、ただこれだけなんですけども、これをですね引っ張って、これを20秒キープしていきたいと思います。ではよろしいでしょうか。はい、ではいきます。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、OK。これだけでですね、目がですね、すっきりします。はい、目の疲れが取れてきます。で、あと目がパッチリ開きやすくなってきますので、ぜひやってほしいと思います。で、最後ですね、この目の周りのですね、こう、停滞している水分であったり、リンパを流すために、手をこういう形にして、目頭から目尻の方に、こういう感じ、耳のこめかみの方までこう、なぞってください。10回、3、4、5、6、7、8、9、10、はい OK、よろしいでしょうか。こういう感じですね。はい、10回流してください。で、最後ですね、このこめかみからリンパを流す。4、5、6、7、8、9、10、はい OK。 で、鎖骨をですね、この指2本でグリグリとしてください。はい、これがですね、まず右側だけのバージョンなんですけども、もうこれだけですね、明らかにこうしてこっちとこっち全然違うんですよ。もうびっくりするぐらい目がすっきりしちゃいました。はい、でですね、これをですね、次左の方復習としてですね、やっていきたいと思います。まずですね、このこめかみをこの感じでぐるぐると、これ20秒ですね。はい、やっていきます。ではいきます。よーいスタート。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい OK、 反対回し、いきます。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい OK、 よろしいでしょうか。これだけでもですね、ここはもうすごいスッキリするんですね。これやっぱ相当ですね、僕もね、目が疲れていると思います。まあ、寝ながらスマホとかね、ちょっとついついやっちゃうんでね、気をつけたいと思います。はい、あなたもぜひ気をつけてください。で、いよいよですね、親指と人差し指をこういう形でつまんでください。1、2、3、4ですね。はい、4箇所、もしくは3箇所つまんでください。つまんで引っ張る、つまんで引っ張る、つまんでこっちに引っ張るね。はい、これもね、5セットいきますよ。では、いきます。よーい、スタート。つまんで引っ張る、
つまんで引っ張る、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 はい、2回ね、つまんで引っ張る、つまんで引っ張る、つまんで引っ張る、はい、3回、つまんで引っ張る、つまんで引っ張る、こういう感じで、ね、つまんで引っ張ってください、こんな感じ、はい、つまんで引っ張る、はい、4回ラストいきます、つまんで引っ張る、つまんで引っ張る、つまんで引っ張る、はい、ラスト、つまんで引っ張る、引っ張る、オッケー、これいい感じですね。だいぶ、あ、もう目が全然ちゃいます、はい、もうこう軽くなってきました。で、これ軽い刺激というかね、こうつまんで引っ張るという刺激をすることによって、この筋肉のね、動きが悪かったものはこう、なんですかね、促進されて動かしやすくなってきますので、ぜひやってみてください。目がすごい軽くなってきました。で、次ですね、こういう感じで上に引っ張って下に引っ張って20秒ですね。はい、いきます、よーい、スタート、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20! はい、OK! これも目めちゃめちゃ開きやすくなりましたね。はい、目がすごい楽です。で、次はこういう形に指をして、目頭から目尻に10回いきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。今僕10回での20回やっちゃいましたね。失礼しました。これ10回で結構なんでやってください。はい、次ですね、こうリンパを流すっていう作業ですね。これ10回。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。で、鎖骨の中に指を入れてグリグリグリ。とやってください。はい、まあ、これがですね、まあ、一連の動作でやっていくとですね、まあ、5分もかからないと思いますんで、この5分もかからないセルフケアをするだけで、あなたはですね、目の疲れもそうですし、目がパチリ開きやすくなってくるときます。で、翌朝がですね、目がすっきりしますんで、ぜひですね、目が特に疲れたなとか、これから目がパチリしたいなとか、目のむくみが嫌だなって思う方はぜひ毎日やってみてください。はい、まあ、この動画が良かったなと思ったらですね、いいねのボタンをぜひよろしくお願いします。まだチャンネル登録もお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。